What is everyone? It is I, your favorite Grab and Dragonese, Hyodo. And I am back doing action timing. I've been meaning to do this for you guys recently, but I've just been busy with being the Grab and Dragon, so pick up where we left off. We're on Chapter 3. And again, the reason why I have it on easy mode is because we want the cutscenes and all that to be part of this. So, we're gonna start with Section 1, Chapter 3. And I remember a bit of last time that we have a new assistant. So let's switch that to Sagi. No, keep with the timing lore going on here. Alright, let's get this done. And as usual, I will not talk through this so that my voice doesn't, like, be overshadowed. Okay, she's kind of cute. She does kind of look like she wants to. She does kind of remind me of Konako a little bit, like that she wants to freaking punch me in the face, but still cute. にもかかわらず、この状況か。彼女は中華連合との橋渡し役として派遣された。これより我々は協力してあの男、生物兵器を奪ったテロリスト桃地東洋を追跡する。 All right. 桃地というと空港で竹中を殺した男ですね。奴が米連から生物兵器を奪った犯人だったんですか？そのようだ。奴は竹中から買った情報をもとに米連の輸送部隊を強襲した。この点は中華連合からの情報提供で明らかになった。 Alright, well we gotta take him. Oh, freaking hand. One sec. That's gone. ですが、なぜ奴は竹中のことを？現段階では推測しかできないな。亡命直前の土壇場で関係に亀裂が入ったのか、桃地にとって最初から竹中は捨て駒だったのか。It's a mystery. いずれにしても今桃地東洋の手に危険な生物兵器がある。まずはそれを奪還するために動かなければならない。確かに。了解しました。Alright, let's get this done. ももち東洋は主に東南アジアで活動する危険なテロリストだ。我が国を敵視し、多くの中華人民がそのテロの犠牲となっている。東南アジア。ふむ、奴の拠点はベナム共和国。今回の生物兵器強奪事件には同国の反政府テロ組織ベナム解放軍、通称 VF が協力したと見られている。うん、なるほど。それが中華連合の掴んでいた情報。 Do like a book of information. I wouldn't be surprised if she was a spy or something. Well, no. She doesn't seem like the kind that would be, very mischievous to a degree. Like, she seems like the real serious type. VF の支部は日本国内にも存在する。その構成員が生物兵器強奪のメンバーとして動いたのは間違いない。お。そこで君たちの出番だ。All right. 君たち特務中隊はこれより直ちに VF 日本支部に向かい、その幹部グエン・バンタンの身柄を押さえてくれ。生物兵器と桃地の行方をつかむため、
グエンの持つ情報は重要な手がかりとなるはずだ。Alright, let's find this new yen and find everything we need to know. 了解です。うん。そして、スー・ジンレイ君。到着して早々になるが、副官として彼らに同行してほしい。それは構いませんが、一つ質問が。何かね？こんな若造が本当に独立中隊の隊長だというのですか？ Excuse me? は？俺？ちょっと、あんたいきなり何言い出すのよ。喧嘩でも売ってるわけ？ Oh snap. We get in a chick fight. 見たままを言ったまでだ。いかにも経験が浅く頼りない。こんなものに中隊の指揮ができるとは思えない。好きかって言ってくれちゃってるのよ。いや落ち着けよ雪風。俺はあの手のことは言われ慣れてるし。 Still man, you gotta stick up for yourself. Like, she can't be sassing you if she hasn't even known you yet. そもそもお前だっていつも俺のこといろいろ言ってるだろ。私はいいのよ言ったって。あんたのことを何も知らない奴が言うのがムカつくのよ。なんて勝手な。He's got you there. But she's got you there. うるさいわね。あんたもちょっとは怒りなさいよ。あんなチンチクリンの小娘にバカにされたのよ。貴様、私を愚弄する気か。You did not just call her the M word. ええ、超してるわよ。どこの国の軍人様だか捜査官様だか知らないけど、正直足手まとい。ほほほ。アサギ先生。Yeah, Asagi, I think you might want to step in. もう、部隊の隊長は風魔君なのだから。部下をたしなめるのもあなたの仕事よ。雪風やスーに、もちろん私やさくらにも遠慮なんてしなくていいんだから。すみません。あらら、怒られちゃったね。だがどうすればいい。俺の言うことなんか聞かないだろう。あの二人の様子だと。そうやって最初から諦めているのが悪い証拠だよ。当たって砕けろ。何事もまずは行動あるのみだよ。人ごとだと思いやがって。Now she does have that kind of like. 人ごとだからね。さあ、何事もまずはレディーゴー。What the? Okay, I'm looking at this. It's... この場合。レッツゴーだと思うが。Oh, there it is. ごまかいな。No, you didn't. Yeah, she really has like the go-getter, like over-the-top, cheerful vibe. ちょっと、横でイチャイチャするな。いいじゃん。ユッキーはスーちゃんとイチャイチャしてるんだから。してないわよ。スーちゃんだと。ナイス。とにかくテロ組織の捜査はタイマニンだけで十分よ。あら、雪風、彼女はタイマニンよ。え？Well, dang. あの中華連合にタイマニンがいたの？そんな話初めて聞きましたけど。確かに稀な例だけど、皆無というわけじゃないわ。彼女の曽祖父がタイマニンの血を受け継ぐ残留孤児だったの。残留孤児っていうと、第二次世界大戦時の。Wait, how old is this timeline? Like, what time are we in?終戦を大陸で迎え、そのままあちらで生きることになった人たち、
Probably like 2016, maybe? スーはその血を引く末裔であり、幼い頃から頭角を現し、何度も飛び級した末に首席で北斗大学を卒業した天才ね。お師匠様、この場でそのようなプライベートの話は。お師匠様。Oh, so it's like a soy phone and Gyodoichi kind of thing. あら、懐かしいわね、その呼び方。この人と知り合いなんですか？そうね、スーは私のマナ弟子よ。日本にも何度か訪れていて、御社でタイマ人としての訓練を受けている。だから、マナ弟子。お師匠様、そんなもったいないお言葉を。I'm not gonna lie, the kind of hand movement is kind of cute. この子がタイマ人、それも浅木先生の弟子なんて。お前が何と思うと知ったことか。噂は聞いているぞ、雷撃のタイマ人。ぶっ放すしか脳のない脳筋貧乳バカだとな。せいぜい私の足を引っ張らないように気をつけろ。おーす、なんですって。二人とも、こんなところで喧嘩はやめなさい。そうだぞ。これから俺たちは協力して任務をするんだから。だからその点には異論はない。ただその前に、お前の指揮能力に不安があると言っている。 Yeah, you're a cranky little bitch, ain't you? いや、今それを言われてもな。スー、風魔君は私が推した指揮官よ。確かな実力を持っているのは、共に働けばすぐにわかる。あなたも気に入ると思うわ。お師匠様のお言葉といえども、あのような。うん、君たちそろそろいいかね。互いに気になることもあるだろうが、今は後回しだ。I had some good dinner. 特務中隊に出動を命ず、 VF 日本支部に急行し、幹部グエンの身柄を確保しろ。All right. Let's do this. And these two hate each other a lot. It reminds me of Konako and Ravel. Awkward. ねえねえ、ちょっと風魔くん、すんごい空気重いんだけど、なんとかしないわ、あの二人。できるもんならしてるよ。おい、何をこそこそ話している。いや、なんでもないです。この裏通りの奥がベナム人街だ。 VF のアジトもそこにある。表向きはただの食料品店に偽装しているようだが、不審な人員の出入りが見られることから判明した。 Alright, we're gonna have to kick some of their butts. なるほど、よくそこまで調べ上げたな。たやすいことだ。まあ、未だに自分の庭先すら守れない未熟国家には難しい調査なのだろうが。うん。おう。ああ、なんか感じ悪いわね。おお。つまんないことで威張り腐っちゃって、中華連合の人間ってみんなあんなのかしら？何？やばい、始まってしまった。Yeah, I'm gonna have to break these two up before crap gets real. それは私に言ったのか。霊霊の帝国主義の犬が一発の口を聞く。はあ？何よそれ。雪風さん、ここは穏便に。
平和ボケした米連の奴隷がお前たちを見るとうんざりする。いや、もちろんお師匠様は例外だが、とにかく米連とその奴隷にはいずれこのアジアから消えてもらう。アジアのことはアジア人が決める。偉大なる我が中華連合の旗のもとにな。何言ってるかわかんないんですけど。てかそういう偉そうなことばっか言ってるから、あんたの国はみんなに嫌われるのよ。Dang, we're just slandering both races, aren't we? みんなとは誰だ。雰囲気で適当なこと言うな。そもそも周辺国家は我が国の指導と守護に皆感謝の念を。押し付けがましいのよバーカ。貴様。あー、あー、待てお前ら、任務中だろ今。 Yeah, so both of you need to chill out and don't make me use my dragon gauntlet, cause I will. おじさん、最近のケーキどう？あ、私はそこの大根と卵。あいよ、お嬢ちゃん。まあぼちぼちだね。さくらも？現実逃避してないで、こいつらなだめるの手伝ってくれ。Yeah, she's too busy shopping. 喧嘩するほど仲がいいって言うし。まあリラックスしているのはいいことではあるが。いや、アサギ先生も笑ってないで何とか言ってやってください。What the what?状況が変わったということね。アサギ先生。Alright, I guess we got bad dudes to fight. こうなったら人目を忍ぶ理由もないわ。みんな急いで爆発現場に向かうわよ。はい。ひどいな。そこら中死体だらけだ。この人たち。VF って組織の人だよね。 Dang, what the heck did that man do? モモチ？やつはベナム人と組んでいるんじゃないのか？我が国が動いたと察知して証拠隠滅を図ったのだろう。モモチは目的のためなら手段を選ばぬ悪辣な男だ。確かにこのやり口とんでもない外道みたいね。Yeah, that he is kind of crazy. なんか出てきたよ。こいつらまた空港の時と同じような大魔人もどき。魔の気を感じるわ。みんな気をつけて。とにかく周囲を探ろう。爆破した。Alright, let's do this. さよなら。ラスト。これで終わりよ。どうもありがとう、ミスターロバート。任務完了。さあ、アサギちゃん、looking good in red。Oh yeah.Section 2 now. Let's see who we got this time. Igawa Asagi, Kenzan! Oh, freak! Roll my chair on my foot. Sayonara, ya, kono. Ta! Ha! Toyome!Come on, fool.
Take him down. Dang. Let's put that sword right in between his freaking bread, his brain pan. And as usual, so like with the series, we'll do two chapters. Come on, Robos. I thought you guys were tough. Sayonara. Oh, it's her. It's Oboro. Miss Evil Shredder, bitch. Oboro. Ooh. I think that was the guy. 今殺された人は。クエンバンタンだ。ほーら、これでおしまい。残念ね、アサギ。生物兵器を追う手がかりがたった今死んじゃった。ホボロ、なぜノマドのお前がモモチに協力する？さあ、意外とあの男のあれがよかった。Hey, my sword is bigger than his. どうか。そうか。ならば力尽くでも口を割らせてやる。相変わらずせっかちな女。お前たち、奴らの相手をしろ。はっ、おもろ様。What the what? ノマドの鬼武者か。また会いましょう。Dang, that's nice ass. あんたがここで死ななかったら。But she is one crazy bitch. Okay, that is a freaking cool mask. And a cool sword. But... No more. Nothing to it.急ぐぞ、みんな。まだ追いつけ。今からとは無意味だ。Oh, come on. スー、何をしてるんだ。おぼろを追うぞ。走れ。黙れ、日本人。私はまだ。お前を指揮官だと認めていない。The heck you! I am this close to taking my hand and first slapping across the face and then snapping my fingers so that手がかりを持っていたはずのグエンバンタンは死んだ。Beyond compare. あのノマドの女も見失って、今からでは見つけようがない。これ以上走り回ったところで何の意味もないだろうが。Yeah, you're a pessimist little punk. いや、スー、それについてだな。やれやれ、口では偉そうだけど、やっぱりお子様ね。頭に血が昇って肝心なところが見えなくなっちゃってる。何？いいえ、雪風の言う通りよ。周りをよく見なさい。お師匠様まで一体何のことを言って。ああ、スーちゃん、あれだよ、あれ。クーマくんの指揮ドローンがいないよね。おー、right. 指揮ドローン。ああ、
ちょっと前から部隊から話して、おぼろを捜索させてたんだ。I got a drone, bitch. まだ奴が遠くに行ってないようなら、なんとか居場所をつかめるかも。いた！おぼろを見つけました。お手柄ね、風魔くん。みんな。Alright, let's go find this crazy shredder woman. さよなら。So pole vault. さよなら。とどめ。Take him down.You don't have the power to be. Yeet. Got the ninja moves.Oh, that hurt. Please stop. Dead. What? Oh, I missed the... I wasn't the boss. Alright. Now let's see how Section 5 is. あなたについて来られるかしら?We leveled up. Nice.伊賀は先、剣山。The world. この落選くらい。このこれで終わりよ。All right, there she is. Let's get her.追い詰めたぞ。しつこい奴らね。いいわ。ここでぶっ殺してあげる。Bring it on, Shredder bitch. いや、過酷落選くらい。ラスト。Come on. I thought you were all tough. この。かつくわ。任務完了。I like the way she slashes the air with her sword in her ending. Right. Yeah, make sure you took off her gauntlet thingy so she can't break free. さて、お前が知っていることを話してもらおう。迷子の相談かい、お嬢ちゃん。ママの居場所なら知らないよ。Oh man, you are a creepy woman. Oh dang. この小娘。おいス、何やってるんだよ。What the heck you doing? I mean, I know she's criminal, but we can't just go torturing her. At least not yet.ノマドの幹部おぼろ、お前は体を弱まかしていて簡単には死なないと聞いている。それがどうだってのよ。 Well, that means that she can do whatever she wants to you. いいや、それを聞いて安心した。我が人民解放軍の拷問技術は世界一だ。簡単に死なれてはその全てが披露できないからな。
頭のイカれた小娘だね。後悔するよ。それだけ叫べるなら加減はいらないな。ちょっと待て、どういうつもりだす。ここは日本だぞ。それがどうした。私は任務遂行に必要なことをしている。つまらん干渉や正義感で口を挟まないでもらおうか。 Are we sure she's not a robot? いや、She seems like a robot. 明らかに拷問はやりすぎだ。ほう、甘ったれた日本人は拷問がお嫌いか。誤射だって拷問を使うことはある。だがあくまでもそれは必要とあればだ。Yeah, I mean, like, come on. We didn't even give her a chance before we started torture. You just stabbed the knife into her thigh. この女が優しく尋ねるだけで口を割ると。喋らせる。Yeah, it's worth a shot. 俺にやらせてくれ。ふん。やってみればいい。だがお前が失敗したら。今度は文句は言わせない。Fair enough. ああ、わかってる。I'm gonna switch this on auto. Yeah, she definitely looks like a predator. お優しい坊やだね。正義のヒーローごっこは楽しいかい？Sorry, you're not my type. あんたと俺は Rias is more of my type. 利益を共有できると思うぜ。利益を共有？いいじゃない。私を逃がしてくれるんなら、あんたの願い事を何でも一つ叶えてあげる。なんてのはどうだい？やはり話にならないな。Oh, come on, we just started. ここからだ。That's what I said. おぼろ、あんたがというより、ノマドがなぜモモチに協力したのか。ポイントはここだ。俺の推測では答えは簡単だ。表の社会が荒れれば荒れるほど裏社会に利益が転がり込む。犯罪結社ノマドとしては中華連合を消耗させ、あるいは米連と圧力を起こすことで双方にダメージを与えるのを狙っていた。そのために協力という形で歪んだ思想を持った桃地を利用した。違うか。うん、そう、坊やが何を言ってるかわからないね。俺たちが今追っているのは桃地東洋と奴が持つ生物兵器だ。あんたとノマドに関しては今はこれ以上探りを入れるつもりはない。だけどあんたがあくまで白を切るのなら、こちらも必要な手段を取らなければならなくなる。手段ね。砂糖みたいに甘い坊やにそんな手段は取れるのかしら。さあどうだろうな。俺は人体実験や拷問のようなことはしたことがないんでね。おやおや、それじゃあ何も喋らなくても特に害はなさそうだね。だからそうなった場合はそれを専門とする機関にあんたを引き渡すしかなくなるわけだ。ノマドの情報は世界中が欲しがっている。米連か中華連合の反ノマド派へ引き渡せばそれなりの待遇で迎え入れてくれるだろうさ。俺たちは桃地東洋の情報が欲しいだけだが、他の国はどうだろうな。お前が知っているノマドの情報を全部吐かせるまで連中は何でもするぜ。喜べよ、おぼろ。これから一生我慢っていう張り合いのある人生が送れるんだぞ。
このクソガキが。ありがとう。胸がスッとするよ。さて、それが嫌なら桃地の情報を喋ってくれ。条件がある。俺にはない。あんたが喋るか喋らないままよその国へ行って行方不明になるかだ。オッケー。クソ。She really getting the grilling of a lifetime. ただこの作戦は極秘の任務だ。ん？俺たちは桃地東洋の情報を求めてここに来ただけだ。政府から大々的に指令をもらったわけじゃない。通りすがりの誰かが勝手に情報を喋ってくれたとしても、俺たちにはその人物を捕まえる法的な権限はないんだ。桃地東洋の情報を教えれば見逃すってのかい？通りすがりの人物が喋ったことを俺が小耳に挟んだだけさ。下手な大根役者が。自慢じゃないが、芸術の授業じゃいつも赤点さ。よかったね。芸術の教師は見る目があるよ。Alright. Giving us the info. Nice, nice. コートララ島？その島にあの男は向かったよ。知っているのはそこまでだ。Nice. そうか。じゃあ、浅木先生、スー。ええ。わかった。Yeah, take her away. Make sure they put the straitjacket on her.We don't need crazy shredder bitch getting free. Oi, 私を見逃すという話じゃなかったかい。捕まえる権限もないって言っていただろうが。通りすがりの一般人を捕まえる権限がないってだけだ。あんたは通りすがりでもないし、一般人でもない。危険な裏切り者だ。ただ、真実を一つだけ。安心しろ。拷問も人体実験もなしだ。あんたは五社町の地下で、時々ノマドの情報を喋ってくれるだけでいい。これからはそんな簡単なお仕事で、三食昼寝付きの住処が提供されるんだ。嬉しいだろう。お前、これ以上暴れるなら獅子の骨を折る。アサギ、お前はそれだけ信用できないからな、おぼろ。True. クソ、貴様クソガキ、ただじゃ済まさないよ。いつか必ず八つ裂きにしてやる。夜道には気をつけな。むごたらしく許してくれって言うまで殴ってから殺してやる。そうかい、忠告ありがとう。今日からは夜道の一人歩きを控えるようにするよ。この親の顔が見てみたいもんだね。クソ親父なら死んだよ。お袋は顔も知らん。ろくな親じゃなかったんだろうね。あんたみたいな性悪が生まれたんだから。ああ、その通りだ。ろくな親じゃない。おかげで俺は苦労しっぱなしだ。
愚痴を聞いてくれてありがとう。あんた実はいいやつだな。この可愛くないクソガキだね。まったく。That's what they all say in prison. I'm sorry if I feel a bit sluggish. I don't know why.Need that. Here, you know, just do like one chapter at a time from now on. But anyway, guys, I hope you enjoyed the video. And we'll do chapter 4 next week or next coming Friday. But until then, this has been your favorite Grabbin' Dragon Ace Hyodo. Make sure you like and subscribe for more of me, Naruto, Issei, the man himself, Sir Naruto 5, Butchudati, Inamuta.Denki and Lelouch. And as always, we will see you next one. And remember to keep calm and grab on.